力ムカつく。重力がなければボールはムカついてる重力に。重力があるからボールが落ちてきて。集中力だけは並外れてる研磨の集中が切れてきた。何？限界が近い。限界近い。早い。脳に酸素が高いやつ。脳なのに。脳なのに。根性。漠然と嫌っていた言葉。近頃世間でも煙たがられがちであろうその言葉は、まるで気持ち次第でいつでも発揮できるもののような言われ方だ。でも最近は根性って響きを好む人も嫌う人も両方が思ってる以上に根性を見せるって難易度高いことなんじゃないかなって。確かに根性って多分最終奥義、精神と体力を鍛えてきたものが満を持して発動できるのは俺には使えない必殺技。使えるよ。こっちの誘導、両サイドからの攻撃、ちゃんと全部警戒して。そんな時はシンプルに速い真ん中。おい、ここでブレイク。どうせお前は自分はそうじゃないって思ってる。確かにおめえは踏ん張り効かねえし、サボる方法とかすぐ考え出す。でもビリだろうが文句垂れようが、先生先輩が見ていようがいまいが、大体最後までやる。はあ、いいな。根性じゃん。根性使い手じゃん。根性じゃん。じゃあさ、お前の根強い？強いのは俺じゃなくて、みんなだから。いった。Aパスが帰った時にしか見せなかったはずの極小モーションからのセットアップ。福永キラリン。うぃー、根性じゃん。根性じゃん。そんな根性じゃん。目死んでんじゃん。長かったね。ああ。ナイスパス。サロンパス。ナイス。踏んできたね。サロンパス。あ、そう。この試合が全国行ってるわけだからね。監督として。すごいよね。根性を見せたね。ケンマよ。違う。俺は根性が使えるレベルじゃない。キム君っていうか、みんな頑張ってレシーブ上げてるから、俺もちゃんとしないと思ってみたいな。それが根性だって。頑張ることに明確な名前つけないとダメなの。俺が頑張ったら平気。何言ってんだよ。試合中はなんか空に向かって怒ってたかな。お前疲れてって人格変わりすぎだろ。こういうふうに約束してるんだね。バナナ食べなさいよ。バナナ食べなさいよ。いい声。バナナ食べなさいよ。レベル上げはしてきてる。やるからには。やるからには。強いボスとやりたいじゃん。さあさあさあ。やってますよと。さあさあさあですよ。あれこれ変態速度決まったことじゃないんだよ。カット的には。先に勝ち上がって。そうだね。決まったんだね。なるほどね。ガラスの相手は見やすいんすか。お、でも1セット先取してんじゃん。あ、2セット目だ。おい、カラスの来たぞ。うお、俺たちは来たぞ。俺たちは来たぞ。お前見えてきます。お前らは来れんのかと。俺の推し木村さん、死んだらマウス目開けて。木村さんが狙われるってすごいレベルだよね。そのフローターさ、なんだ。うわかー、これはでもしゃらないよな。もう軌道読めないもんな。今まで西村に励まされたことが数えきれない。一体なんて言葉をかければいいのか。なんか声かけてやれよ、朝日さん。腕立てした。練習中ずっとやってたペナルティー指立て、あの西村が必死で平常でいようとしてる。よし、みんな冷めておいて。チョンで言う、チョンで。そんな強く言ったらブロックされるから。絶対決めろ。
お前もできんの1枚で大丈夫か。ええ、どういうこと？どういうこと？何？しっかりついてたのに。大丈夫。またブロック上手だよ。ザ。なんでこのセブンの大王やおかしい。気持ち悪い。方言が。いや気持ち悪い。だいぶ話されてんな。ね。17対7。このセット落としそうやな。さすがにね。もう、朝日さんのサーブちゃんと決まりだしたよ。朝日さんはやっぱり2試合さ、借りがあるからね。確かに。だいぶフォローしてもらってるから。やさせかさんのせいで、スナがギャルのポーズの子っていう印象になりました。そうや、この。あー、そうだね。すごい、カラスの2年が好きなんだよね、これ。な。風景知らない。田中と、まあ、そう。縁の下さん含め、そう、縁の下さん含めて、縁の下さんも好き。名前がキツネから来てるから。あ、そうなの。そうなの。京都じゃん、だから兵庫県じゃないだよな、ね、だからそもそも京都にすりゃよかったね。確かに、ね、ここわざわざ兵庫にしたの。なんで兵庫にしたの。深い事情があるね、あるだろうね。バレー兵庫強いんじゃん。あり得るんだろう。成崎のモデル高校が天ヶ崎にあるらしい。へー、おい、ね、そう田中調子上がってんだ。いいよ。そう、田中あれの服かわいい。かわいい。あそこ行くんだ。ここで3年生菅を投入します。西野への敵は取る。ふんふんふん。完璧。サービスエース25本目。25本目全部取る気でいるじゃん。サービスエース結構ムードメーカーで菅さん、菅さんはさ、必要な役割をちゃんと自分で分かってるよね。たとえ5秒だろうが、稲荷崎をイラつかせてやる。はいはい。低いな。ミスる。こう。怖い。アウト。アウトか。あるの決定率めちゃめちゃ高くない？高い。いいですよ。今度は稲荷崎のピッチャーは1年生の移籍正式です。1年生が出るんだね。新学3年ベンチ唯一のピンサーが出た瞬間、ピンサーがガチガチなのどこのチームも一緒なんだね。確実に入れてったじゃん、ピンサー。おい、久々の日だと。はい、おお、すげえ。あ、これだから、うん、これだから。サーブに対して怖っ。稲荷崎が本当にサーブミスってないよね。何これ。稲荷崎の鬼応援、弱気なプレーすると応援。なるほどね。つい勝つが入るって聞いたことが怖っ。怖っ。協定上のヤジみたいなね。北さんどう、夏の子ね、いつ出てくるんですか。確かに確かに。なんでスタメンじゃないんですか。それな、あいつキャプテンじゃないの。確かに北さん作中でもトップの人気ですね。マジでこれ4キロ最高最後まで出てこないのに。これ決まるんじゃん、このサーブ。崩しまくりじゃん。チャンスボール、チャンボ、チャンボ。あ、いいね、気持ちよさそう。これ決まるやん、絶対。はいや、うわうわ、かっけえ、こいつ集む。あんまいきんなって言ったね、怖。いや、返された。すんかっけぇ。おおおお、大ミスかまじで。カヤチちゃん狙ったらこっちからドアウト。なんか7番と11番とかしていいな、うん、サッカー好きとして。そうや、ちょっとしたメンタルの揺らぎがいつものプレーをちょっとだけ狂わせて、少しのイレギュラーが重なったりして。おい、流れが変わっていくんだ。24点。いや、流れが変わっていってる。どういっす。あ、違ったの。落ち着いて。ん、うん、動き出すぞ。出てきた。
いやここで終わんのかい、ここで終わんのかい。なるほどな、ここからか、稲荷崎の本気は。何なんか北さんが入ってきた時のあの周りのうわーみたいな感じのやつ、ついに来ちゃったみたいなね。最後に北さんが来ましたね、うん、ようやくって感じ。これでだったあと20か24か15か、うん、6話あと6話で北さんが出る。北さんの登場シーンって少ないんだね。これしか出ないのにさ、一番推しですみたいな人もいるわけやから、うん、人気トップって言ってたもんな。どんだけ濃いの北さん。それだ。だってさ、あの俺らがまだ配球見る前の考察動画撮った時、真ん中にいたからね、稲荷崎さん。確かに、そうだね。それで後ろに書いてあってね、思い出なんかいらんって。まあ出てきてちょっとこうチームの雰囲気もなんかうっみたいな感じになってたけど、ゲってなってたよ、ね。あいつのこと知った俺ら2年前だ。そうだね。もう2年経ってるから、うん。やっと初登場シーンを見れましたっていう。人の遅っ遅っ。あんなさ、ヘラヘラさ、軽率な態度でももう言えないよね。どう言えないよ。もう言えない。まさかこんなに泣かされるとは思わなかったよね、このアニメに。確かに。はい、それでは本日もありがとうございました。はい、はい、というわけで、撮影の方が終了ですね。撮影は切ります。